博物館化が計画されているポートサイドのスエズ運河町庁舎スエズ運河町は1956年7月26日に設立されたスエズ運河の運営を行うエジプトの国家機関。参加にスエズ造船所、ティムサ造船などを有する。本部はイスマイリアに置かれている。スエズ運河国有化に伴う設立当初は商務省の参加であったが、 経営判断は1998年に首相の認可事項となり、報告先も首相となった。エジプトの国会予算において税収以外の収入源としては最大規模のものとされている。スエズ運河以外に隣接道路、横断路線、内流造船所、養蚕、水道も運営している。名称使用例、御用、建設日本港湾協会日本貿易振興機構。 名称使用例国際協力機構運輸省名称使用例国際協力機構ロイター SCA オーバービュースウェズ運河町2021年1月7日閲覧 SCA Companies スウェズ運河町2021年1月7日閲覧コンチュクトアススウェズ運河町2021年1月8日閲覧ナショナリゼーションディクリースウェズ運河町 2021年1月7日閲覧。スエズ運河町計画部門に対する技術。協力計画事前調査報告書。国際協力事業団。2021年1月7日閲覧。ローナンバー4-5998。スエズ運河町。2021年1月7日閲覧。2019年から2020年の例。 ゼネラルフレームワークオブザドラフトステートバジェット法フィスカルイヤー2019-2020エジプト財務省 P28 2021年1月7日閲覧 SC& ソサイティスウェズ運河町2021年1月8日閲覧ありがとうございます